大輔とレナのメイキングフィルム。えにしの記憶をご覧の皆様、改めまして新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いつもお世話になっております、上島翔太です。ここからはですね、えにしの記憶番外編ということで、監督大田方に、コーナーを進めていただきたいなと思うんですが、今回僕もお世話になったんですが、土地蔵の刀という映画に、出演させていただきました。まず自己紹介の方からお願いしてもいいですか。はい、映画監督をしております猿谷大輔です。この今年になりまして、土地蔵の刀、これを公開しようと思っておりますので、藤島さんも出ております。はい、皆様もぜひ応援していただければと思います。馬に乗られて侍の役で演じていただきました、はい、映画監督の増山玲奈です。猿谷大輔監督とベネチア映画祭ですとか、スペイン、イスラエルも行きまして、プサン映画祭も行って、世界中の映画祭を回りながら世界中で映画を撮影しております。私たち の、はい、素晴らしい仲間と一緒に、映画を作りながら世界平和を実現したいなと思いまして、うん、侍の思いが詰まった土地蔵の刀、作ってまいりました。楽しかったですね。楽しかったですね。はい、はい、私は本田忠勝の子孫の家系で、映画土地蔵の刀では私は本田総裁の役をやらせていただきました。こちらが本田家の家紋ですね。馬上から白馬に乗って、なんと歳三を火縄銃で撃つというシーンまで撮りました。土方歳三の命と刀を狙う役ですね。そうですね。増山家のルーツは増山城というところにございまして、筆頭家老の末裔だったということが母の、没が分かったんですけれども、本田家には実は増山家が養子入りをしているということが、ウィキペディアで調べる限り2回あったということですね。そうですね。猿谷家の方は丸岡城、はい、ここの筆頭家老が本田でしたので、はい、その末裔です。猿谷監督とも大変深いご縁を感じますね。そうですね。僕も白馬に乗らせていただいて、はい、すっごく気持ちよかったです。乗ってる自分が、監督のおかげです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、私も乗りましたので二人にとって一緒にね、はい、エンジョイしましたね。やっぱり映画っていうのは、はい、いろんな夢を、ね、実現できるっていうことで、うん、ぜひ今年も二方と一緒にたくさんの映画をお届けしていきたいなと思っておりますので、このコーナーどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それではご覧いただきましょう、はい、土地蔵の刀エンジョイフィルム。新政府軍の時代は、幕末の最後で戊辰戦争のシーンだったんですけれども、私この映画4年前から脚本作りから関わってきまして、はい、で世界が大きく変わる瞬間、土方歳三が隕石の刀を持って世界に出たと。実は歳三の刀を持って函館から、ロシアに渡ったというファンタジーストーリー。Ah!